乃木坂465期曲が解禁に。センターはよきまお。ついにというかやっとって感じだな。おめでとういい曲。なんでこんな後回しにされたの？よきならミュージックビデオ作れよ。これは次のセンターよきだろうな。逆にこれでなくなったと思うが。二人セゾンっぽいね。よきなら兄弟センターでもいいわ。やはりなおまおの年かよ。前作に引き続きカップリング壊滅的だな。発売来週だよね。今からミュージックビデオ撮るの？確か、発売日を延期したよね。乃木坂運営は大丈夫か？全体を把握してる責任者いないんじゃないの？変な曲ばっかで終わってるわこのシングル。スケジュールも狂いまくってるし、いつまでも盲目オタがいると思うな運営よ。今は昔と違ってミュージックビデオ収録されないからいつ撮っても良いけど、延期したのにそれでもまだ発売日にはミュージックビデオ間に合わないって組織として終わってるだろ。あるのがセンターでなくて少しホッとした。夏曲で井上とのダブルセンターありえるんじゃね？もうちょいアップテンポにして欲しかった。ゴチとしんみり曲とかミスマッチにも程があるわな。チンタラしてる曲、1.5 倍速にしたらマシになりそう。マジでそれ、速度は歌詞次第だろうし、秋元のせいだろうな。当たり障りなさすぎる。ゴチ曲最初の方は全部良かったんだけど、4曲目か5曲目あたりからずっと右肩下がりだな。最初の方微妙でだんだん良くなった4期生曲とは真逆だな。絶望バンドエイド17分までの流れは完璧だった。心にもでまあこういうのもあるよねって思ってたら、そこからずっと外れしか来なくなった。心にもないことよくね。好きだけど考えないようにするも好きだよ。悪くはないけど最初の3つと比べたら2段階くらい落ちる。まあその3曲だけだよな。こっちの方が美月の卒業曲っぽいやん。チャンスは平等と交換しろ。1.25 倍で聞いたけど結構いけるね。